戦後日本を代表する詩人の谷川俊太郎さんが13日、老衰のため都内の病院で亡くなりました。92歳でした。谷川さんは1952年に発表した詩集20億光年の孤独でみずみずしい言語感覚を持つ戦後史の新人として注目を集めました。 朝のリレーなど国語の教科書に採用された詩も多く幅広い年代に時代を超えて読み継がれてきました現代詩に限らずアニメ、鉄腕アトムの主題歌の作詞やマザー・グースやアメリカの絵本、スイミー、スヌーピーが登場する漫画、ピーナッツなど海外作品の翻訳も手掛けました。 葬儀は近親者ですでに執り行われましたが後日、お別れの会を開くということです。